うまい。うまい。もうほぼ終わる。誰の髪切った？バーバー店員じゃないかと。なんだ、バーバー店員のくせに丸坊主だからね。いや、もう XG だ。XG だ。いるけど、いるけど。こんなにヘギは入ってない。こんなに。ぐらいです。美味しそうに食べるね、ほんとに。そうかな。しかも、綺麗に食べるっすね。みんな普通じゃない。しかもレンさん絶対にいただきます、忘れないから。忘れたかもしれない、さっき言ったの。言ってたよ、言ってたよ、言ってた、聞いてきた。いただきます。結構普通のことだね。小屋さんとかいただきますって聞いたこともない。言ってるよ。言ってないよ。言ってるよ。言ってないよ。手合わす？小屋さん言ってないよ。絶対人生で手を合わせないって決めてるんで。元仏教でしょ。手を合わせるぐらいだったら動いた方がマシ。最近の G アイドルのさ、新曲聴いた？もっと聴いて。いいの？なんだっけな、これ持ってた方がいいの。なんかドライブ、なんか車のクラクションが入ってる曲で、うん、なんかドライブしようぜっぽい曲だった気すんだよな。で、それ多分なんか結構そのサビ後のサビ後半がキャッチーな繰り返しで、で一見簡単そうな、そのなんか TikTok で流行りそうなダンスをするんだけど、でも俺的にこれ微妙にむずいなと思って。なるほどね。で意外とこれは、いやフレーズ的にはキャッチーで流行りそうだけど、意外と手の動きがむずくて、これちょっともったいない気するなって思ったから一回見てみて。ね、え、まだ YouTube プレミアムじゃない人いるの？じゃない人です。みんなそうなの？俺も違う。あ、クラクションって言った。クラクションだ。あ、じゃあ違うな、これじゃない。え、これだよ、これ。これなの？昨日スタジオ版じゃない。あ、スタジオ版でもいい。音も、まあ、楽しくていいなと。顔周りの声、動き。これ、うん、うわっふーんとこう、いや、いいと思うんだけど、曲も。振り付けも。でも振り付けちょっとむずいんだよな。これ一瞬でできないんだよ。でもそうかも。クッキーと、リリー・フランキー、営業かけよう。見て、本人たちしか出してないんじゃない？意外とダンサーがさ、ダンサーからしたらキャッチーじゃないかなっていうやつ、意外と難かったやつ。確かに。いや、まだヒット出してないやつらがやってます。考察。どうですか？俺が見たいですか？なんかタトゥーの人です。ああ。これ本人じゃないですよね。違うと思います。はい、レンさんだったらどういう振り付けやるかコンテスト。むず。今聞いたばっかり。モンゴルまで、残りマジで1ヶ月とかじゃない？ほぼ。そうだね。そうなんです。今日10日か。ああ、もう1ヶ月ちょい。今の進度を教えてください。新曲のインストは終わって、あとボーカル入れ。歌詞は？歌詞もまだ。インストはできた。あ、新曲か。そう。オケはできた。あと、ボーカル入れをしないといけない。で終わったら、どれだ？通音やって、バルナパスタやって、で切り上げってことですか？そうそう、何曲変わるんですよ。猫もやらないといけない。だいぶ変わるんですか？変わります。2音のアレンジとバナナパスタのアレンジと、あ、バニューシュ飲みたいなと猫をライブバージョンにアレンジするのが残ってます。これ間に合いますか？間に合わせないといけないですね。あ、そうさ、普通にさ、一応ライブパフォーマンスをやるからにはさ、ちゃんと練習しないといけないじゃん。ステージングがね。そう。そうなんです。それちょっとさ、今週から入れていこうよ。うん、確かに。とりあえず今日で、その、セトリと、うん、まあ、セトリって言っても、まず何分やるか分かってないんだけどね。持ち時間。尺分かんないよ。そう、尺分かんない。持ち時間分かんないけど。うん。とりあえずセトリ君。想像で。想像のセトリ。え、でも10分ぐらいじゃない？いやー、もっと。もうちょいあるじゃないですか。20分あったよ。最低20分あるよ。多分去年、あ、去年じゃねえか。じゃあ、かごみ何分だ？前の感じで言ったら20ぐらいはありそうじゃないですか。か、2音耐久やるか。最低5曲必要っすね。5曲。2音1から5まで。どう、1個ずつキー上がっていく。しんど。トントントンって始まりは一緒で。喉振っとくと思う、最後。歌えなくなるはず、多分。まあでも、その、まあ、カゴメって言ってる曲は、まあ、その何、何とりあえずできた時は、まあ、カゴメの歌だったけど。っていう、まあ、仮の名前だけど、ちょっとその曲で、モンゴルで、再ブレイク
サイブレイ。おい、チャカランド、カムバックしてきたぞっていうのを見せたい。でもさ、今さ、サウンドは完成してるけどさ、あれじゃん。してるよ。多分、だいぶ J-POP アレンジ。こう、いろんな、いろんな楽器が鳴ってて。うん。めっちゃ J-POP です。まあ、多分、その、コード進行とかも。うん。だいぶ展開あるじゃん。うん。だから、結構、今のモンゴルにはない感じのテイストには、もうこの時点で仕上がってるとは思うんだよね。うん、確かになんか、あっちロック、ロック多いよね。ロックかヘップホップとかじゃない？ロックかヒップホップのイメージですね。そう、だからさ、やっぱさ、なんか、ポップス足りないよね。うん。なんか、楽しい感じをさ、届けて、みんなをハッピーにできたらいいよね。確かに。そう。で、その曲の、とりあえず、テーマを、ホーショルにしちゃおうかな。ああ、なるほど。ホーショルはどんな食べ物ですか？日本の料理で例えると、揚げ餃子。じゃあ中国の料理で例えたら。で、例えたら、中国人だ。ちなみにオフィン？まず全然ぽくもないし。あれさ、皮めっちゃ厚くないですか？でもそうっすね。中身餃子つかないの。でもさ、結構分厚い。だいぶ癖なら、うん、あの、こうですね、バリッと。え？俺あれ好きだけど。結構ホーショルでいいよね。でも結構。1個で満足しちゃうぐらいの、その、何個も食べれないな。肉汁がね。美味しいけど、あとやっぱ満足度高すぎて1個で。あの羊のひき肉が、美味しい。でもさ、やっぱモンゴルのさ、あの、なんだろうな、羊の感じがいいよね。うん、そうね。スープとかに入ってるの、ね、そう。じゃあさ、その、そう、ちょっとさ、歌詞がさ、だから、あれじゃん。今、こう、俺らが出したみたいにさ、ちょっと出していこう。その、ホーショル。ホーショルネタを。ホーショルについての思いを。あ、思いよね。そう、だから、羊の香りがする。する。肉汁がすごい。でもあれさ、本当に、あれよね。めっちゃ肉汁出るよ、うん、めっちゃ多い肉汁バリッとね。どう手でいけって言われるから。で、そうだよ、手で食べる、手で食べるって言われる。ゴーシュルイメージできてる、イメージできてる。どんな食べ物イメージ？餃子。いや、もっとでかい。全然その見た目餃子じゃない。見た目パイみたいな感じよね。もうえパイっすね。パイじゃないですか、パイっすね。なんかアップルパイ、アップルパイみたいな見た目じゃないですか。こう包まれた、あれは見た目はパイですね。パイ生地、めちゃくちゃ分厚いパイ生地の中に肉が詰まってて、ひき肉が、あれなんか上かかってます？かかってたっけ？でもさ、俺はケチャップかけて食べるのが好きだった。食べたらうまいみたいな感じ。餃子なのに？いや餃子じゃないんだよ。もう餃子捨てな。よくない？まだだってさ、あのまずさ、俺らさ、まあ、モンゴル東京間は取れてるんだけどさ、飛行機。問題の沖縄東京間をまだ取ってないんだ。東京をまだ取ってないの。それ行けなかったら終わりよ。確かにね。そもそもそうだね。うん、そうだね。え、取ってないですか？予約したんですけど、もう切れましたね、一回。そう。その支払い期限は一回行って。で、一応今その交渉してる。ちょっとね、額がさ、立て替えるにしてはでかすぎるからさ、ちょっとこれ前金いただけるか、それとも何指定するから買っていただけないかっていうのを交渉中。で、多分、だから今、だからナーダムよ。このナーダムで、モンゴルの、返事返ってこない問題。国民的夏休みみたいな。そう。あ、なんか、大使館の人たちもそうなの？みんな。うん。って言ってた気するね。なんか、みんなそういう、リゾートじゃないけど、田舎にね。田舎の方に、リゾートじゃない、田舎に行って、もうゆっくり過ごす。本当に何もしないで、いつは。何もしないの？猫もアレンジする。猫は、一旦そのなんかマストを決めとこう。マストでやること。まず、2音と、泡盛を3つ。まあ、カゴメは、今やってるじゃん。うん、で、あ、馬乳しのみたいな。あ、3つ今のところ、うん。めっちゃ、もう、こいつら食べ物って作れば当たると思ってますか？そればっかやんて。え、そう、あ、ほんとだ。全部今食べ物と飲み物だ。食べ物と飲み物。動物入るけど。食べて飲んで。あと一番最初の辺にタピオカも作ってるから。確かに。最初からチャカランドはビジネス志向だった。